宇治屋プレゼンツスノーマンのスノーマンマ。こんばんは、スノーマンの渡辺翔太です。阿部亮平です。宇治屋プレゼンツスノーマンのスノーマンマ、今夜はこのコンビでお送りします。おえい、はい、阿部なべ来ましたね。久しぶりですね。まあ、11月中ということで、はい、まあ、僕の誕生日もあって、おめでとうございます。これから、はい、阿部ちゃんの誕生日もあるということで。いや、そうなんだよね。これ放送日が24日だから、24日だから、もうほんと直前だね。直前だね。うわー、渡辺さんの誕生日ありましたよね、はい、ありましたね。北海道公演がちょうどあって、インスタライブもやって、あ、そうだそうだ、盛りだくさんだったね。いや、盛大に祝ってもらったよね。いやいや、どうでしたか、その皆さんに祝っていただく感じとしては。いや、だから本当になんか運がいいなって思う。2年連続で、そうだ、ね、自分の誕生日がライブ当日に当てはまるって多分、うん、結構な確率じゃない。いや、そうだね。ここまでその、ま、2年連続で、ま、曜日もそんなずれずに。そうなのよ。すごいよね。で、同じ場所、北海道で。うん。あの、ペンライトをふーって消して、うん、そう。もらうやつもやってもらったりね。いや、だから、阿部ちゃんの誕生日がどうなるか。ああ。とこだよね。楽しみですね。今は多分メンバーとスタッフさんで必死に考えているところじゃないでしょうか。いや、そうだね。フッカーを中心にね。うん。やってくれる。まあ、でも先に言っとくとちょっとね、やりづらいよ。やっぱもう逆に。ああ、逆に？もう当日ってでも、うん。だからそこはちょっとね。まあ、全員が何かあるんだろうなって思ってる状態でそれが進んでくるから、ね、うん。そうなんだよ。いや、確かにそれはある。うん。ちょっと心して。心して。うん。当日を迎えたいと思います。はい。はい、いきますか、じゃあ。はい。そして、SNS で使っていただきたいこの番組のハッシュタグがあります。うん、ハッシュタグ、そのまんまです。聞きながら感想をつぶやいて、この番組を盛り上げてください。はい。それでは、今夜もスタートです。富士屋プレゼンツ、スノーマンのそのまんま。この番組は、富士屋の提供でお送りします。この時間です。近況を話したりメールを読んだりゆったりとそのトークを繰り広げていきます。よいしょ。読みますか、じゃあ。読みますか。どっちから読みましょうか。じゃあ僕からいきますか。はい、どうぞどうぞ。じゃあ今回もね、たくさん届いてますよ。ありがとうございます。読みます。埼玉県にお住まいの、はい、うん、ラジオネームアルルーさん。アルルーさん。スノーマンの皆さん、こんばんは。こんばんは。渡辺くんが出演された、はい、世にも奇妙な物語、はい、拝見しました。ありがとうございます。最初に渡辺くんの出演を知った時は、うん、はい、世にも奇妙な物語って、あの世にも奇妙な物語、うんうんうん、しかも主演、うん、と驚きすぎて思考が停止しました。はい、歴史のある作品に渡辺くんが出演されることと、うん、心の底から嬉しいです。ありがとうございます。そしてドキドキしながら放送を見ていたら、うん、まさか、まさかの40代と50代の姿になった渡辺くんも登場、はい、すごくびっくりしましたけど、今のトゥルトゥルな渡辺くんと、はい、少し苦労が顔に出てきた渡辺くんと、お金持ちでヒゲを生やしたダンディーな渡辺くんを一度に見られて、個人的には一石三鳥の気分でした。ただ渡辺くんは演じる役が3人もいて大変だったのかなと思うのですが、はい、撮影の時はどんな感じだったのでしょうか。ぜひ裏話をたくさん教えていただきたいです、はい、とのことです。わー、ありがとうございます。いや、見ましたよ。ありがとうございました。何も奇妙な、本当にちゃんと奇妙な物語だったし、奇妙だったね。あとね、そのやっぱ演者側というか、その、うん、そういう現場に出くわしたことがある身からすると、はい、うん、これどうやって撮ってんだろうっていう、その渡辺さんが一人三役やって同じ画面に出てきてて、うん、なんかその一人の渡辺翔太が喋ってることに対して、はい、もう一人の渡辺翔太はうんうんってちょうどいいタイミングでうなずいてたりするから、これどうやって撮ってんの。いや、そうだね、これね、だからね、言葉にするのも難しいんだけど、うん、自分の、はいはい、人以外のもう二人の自分、うん、が、撮影の時は別の、こう、スタンドインの、別の方が入ってくれて、あ、そっちか、なるほど。で、お芝居をしていただいてるの。おー。で、それに向けて、こう、どん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 入れ替わっていくみたいな。うわ、むず！いや、もう、ややこ、すごくややこしいというか、うん、ちょっとこう、難しかったし、うん、あ、でもそういう工夫があったんだね。そう、だから、で、うん、もう、メイクもさ、おじいちゃんメイク、はい、はいはいはい。
だからちょっといわゆる特殊メイクみたいなものもするし、うん、すごかったね確かに、うん、なんかその顔のなんていうかシミというか、そう、そういうところまで再現されてたり、であれをこうもう1日で取り切るから、1日で飛んだ、だからすごいちょっとバタバタしてましたけど、でもね、あの世にも奇妙な物語って、はい、もう20年以上、いやそうだよね、だからもう歴史あるよ、多分もう我々がちっちゃい時からあったあった、あのデルデルデンデルデルデンってもうさあのメロディー知らない人いないじゃん。いやそうだよ、だしね、あのそのそのメロディーに合わせてそのタモリさんがストーリーテラーでいたりっていうのも変わらないし、いやだからそういうなんかこうみんなが知ってる、うん、ね、ああいう歴史ある番組に出られて、うん、大変光栄でした、ありがとうございます。ただそのひげを生やしたっていうところで、うん、なんか思い出すのは、うん、あの渡辺さん、そういえばおそ松さんの時にもなんかそういうことやってたなっていうのは、いやだからね、ちょっとね特殊メイクを何回か連続この連続で、いやそうだね、やってるからね、うん、いやでも大変ですよ特殊メイクは、特殊メイクキャラみたいになってきてるけど、うん、やる人も大変だし、うん、やってもらう方も大変だし、うん、だってもうさ3時間4時間とかかかるわけよ。え、今回もかかったの？やっぱそのぐらい。いや今回はね、いや、うん、まあちょっとおそ松さんほどかからなかったけど、そうだよね、若めの設定、うん、まあ50代でもやっぱ数時間は多分やったから、かかったんだ。特殊メイクやる人はね、ちょっと心して、いやちょっと心してだねこれは、うん、ずっと動けなくなるわけだから、はい、いや貴重なお話でした。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ僕読んでも大丈夫ですか？はい、行きましょう。はい、石川県まみさん。お、スノーマンの皆さんこんばんは。こんばんは。毎週このラジオを聞くことを楽しみにしているのですが、はい、それと同じぐらい楽しみにしているのが、ジャニーズウェブ内でのブログ素の日常の更新です、はい、先日の阿部くんの阿部日を読んでちょっと待った阿部旅かな、うん、阿部日の方かだから、素の日常の阿部日常の略ってことね。ああ阿部日なんだ、阿部日じゃないんだこれ、阿部日、阿部日ってなんだちょっと待ったとどえらい衝撃を受け興奮が、ちょっと待った、もう、うん、世にも奇妙や。冷めないので、その勢いのままメールを送っています。そのブログの内容とは、お昼のお仕事終わりに、弾丸で金沢旅行に来ていたというものでした。ああ、そうなんですよ。まさか安倍くんが金沢に来ていたということと、うん、弾丸で一人旅するんだという衝撃で眠れません。もう。そこでスノーマンの皆さんに質問です。はい、一人旅できる派ですか？また旅行に行くならどこに行きたいですか？ぜひ教えてください。スノーマンの皆さんも機会があれば、石川県に足を運んでくれると嬉しいですというわけで、あー石川県にお住まいの、行ってましたよね。行ってました。しかも多分これブログ更新した日がちょうどね、世にも奇妙な物語始まる前ぐらいだった。あー同じ日の出来事です。なるほど。どっちも行ったんですよ、金沢旅行。いやどうでした？めちゃくちゃ良かった。本当ずっと行きたかったの、その、うん、石川県で、そのまあ僕らはそのツアーのバックとかでも行ったことがなかったし、うんうんうん、ただその有名な兼六園とか、その駅にある鼓門っていう大きなモニュメントっていうのかな、はい、っていうのも有名だったし、いつかは行きたいっていうふうに思ってたんだけど、たまたまそのなんならその多分これなんだよな、スノーマンマの収録があった日があって、うん、その日の午後と次の日はオフだったの、うんうん、いやチャンスだって思って、うん、あのこの仕事終わってもうそのまま金沢行ってきましたそれ思いつきで行ったの？いやもうチャンスだったら行きたいなって思ってたんだけど、よしここだって思って、うわすごいね行動力が、きました、うん、何食べました？いやもう寿司あそう、渡辺さんもね、お寿司大好きだから。いや好きだよ、うん、石川県のお寿司食べてみたいね。いやもうなんといってものどぐろが美味しかった。うわ、あとそのお寿司じゃないけどそのカニとかね、うんうん、食べたり。うわ、いやいや行ってみたい。確かに行ったことないかも。あそうだよね、うん、石川県はないから。だからライブで近い場所って言ったら新潟県が、新潟とかちょっと多分隣の隣ぐらい。そうか。でどうですか、その僕の一人旅の話聞いて、一人旅って翔太はできると思う？いや俺はねちょっと苦手かな。苦手か。まあそうです、そもそも怖いもん。そんなになんか アクティブではないイメージはあるから、うん、怖いってなんすか？ちなみに、いやだから本当宿とかどうしようとかああなるほど、そうだね、なんかその交通機関の
チケットとか、うん、なんかこう時間配分とか、うん、俺はちょっと一人は怖いなって。前にさ、そう、翔太と光とメメもいたっけ？うん、工事の舞台をなんか見に行くってなった時は、うん、なんかその3人ぐらいで行ったし、しかもその時は確か光に全部撮ってもらってた。そう、光が全部その俺とメメとか、うん、その一緒に行ってた人たちの分の航空チケットとか、うん、ホテルの手配とか全部やってくれて、すげえな光。いや、すごいすごい、ありがたいな、そういう。いや、ありがたい。だからね、ちょっと僕は一人はまだまだちょっとできない派ですけど、うん、まあ、そういう面に関しては光は全然行きそうだよね、うん、確かに確かに、うんうん、っていう、まあ、旅行トークでした、はい。ちょっとだいぶ盛り上がっちゃいましたね。はい。はい。以上、そのトークのコーナーでした。スノーマンのスノーマンマ。改めまして、渡辺翔太です。阿部亮平です。続いては、こちらのコーナーをお送りします。スノ告白、私、実は、うん。リスナーの皆さんに秘密にしていることを告白してもらうコーナーとなってます。はい。じゃあ、メール読みますか。はい、読みます。じゃあ、阿部ちゃん。ますよ。はい。兵庫県にお住まいの、はい。サッコさん。はい。私、実は、うん、11月に入った今も半袖半パンで寝ています、うん、季節外れの服装で暖かい毛布で寝るのが好きで、うん、季節に合った服装で寝ることができません、うん、あ、なるほどね、そういうことか、はいはい、この服装で辛いのが朝、うん、朝起きても半袖半パンで朝ごはんを食べ仕事の準備をしています、うん、少し寒いのですがその寒さと戦ってる自分が好きで、うん、上着を羽織らずに朝の支度をしちゃってます、うん、今となっては謎の意地ができてしまい、限界まで挑戦しようと思っております、うん、スノーマンの皆さんは周りに理解されないが一人で意地になって戦っちゃうことってありますか？あと11月になっても半袖半パンで寝てる30歳女性をどう思いますか、とのことです。いやー、素敵素敵もう第一声素敵でしたよ。いや、素敵というか俺マジこの、うん、はい、なんだっけ、サッコサッコさんと全く一緒だもん、うん、え今もう半袖半パンで寝てるってこと、うん、あ、すごいや、だってさ、そのそう言ってる翔太はもう今日ここに来てる、まあ、11月中旬ですけど今日ここに来てる足元もサンダルですね。サンダルですね。まさにサッコさんと同じような感じですけど、うん、でもこれはあえて薄着にしてるのはそのあったかい布団で寝たいから、うんうんうん、で多分そのまだちょっと寒さが完全ではないこの時期だと、うん、あったかい布団で寝るときに長袖長ズボンだと、まあ、ちょっと暑いというか汗をかいてしまうから、うんうん、いや、分かる、うん、こういう調節をしてるのかなっていう。いや、でも俺もそのちょっと同じ理論。おお、本当になんかこう冬用になるともう厚手になるし長ズボンになってこう長袖になってなるとこう寝返り打った時とかの遊びがなくなるというか、わかる、このそうか、布がこう引っかかってちょっとこう動きの幅が狭まるというか、そうか、半袖半ズボンの方がやっぱこうそこはアクティブに寝返り、アクティブの方、アクティブに寝返りが打てるっていう。ってなんだよまあ、なんかその言わんとしてることはまあ分かるような分からないようなだけど、まあでもそういうまあちゃんと理由があって、そうそうそう、ちょっとそういう軽装にしてるって。ただ翔太はその寝巻きじゃなくて外出る時もやっぱ軽めというか、うん、やっぱ軽いものが、うん、いいよね。だから、うん、ナイロン素材のものとかすごい好きなんだよね。ちょっとなんていうかシャカシャカというか運動しやすいよ、ね、そう。いや、そのあとなぜならやっぱ、うん、洗濯した時に乾くのが圧倒的に早い。でも確かにそれはね、うん、いいね、メリットだね。だからそういうのも、だから半袖半パンの半ズボンはシャカシャカ、うん、ああ、うん、水陸両用みたいなやつ。水陸両用、うん、それあの水着としてももしかしたら成り立つかもしれない。あ、そうそう、成り立ってしまうような そこまで、うん、そうそう、ほんとそんな感じ。まあそうか。でもね、ただやっぱりその外の寒さのこととかもありますし、うん、まあ今日もその割とシャカシャカめの服装でいらっしゃるじゃないですか、うん、この格好で前その北海道乗り込みましたよねライブの時に。いや、さすがに寒かったよだって飛行機降りて結構ひんやりした風入ってきたじゃん。めっちゃ寒かった。失敗したなって思ったでしょ。いや、でもやっぱね、
やっぱこのなんて言うんだろう、俺のやっぱ意地があるからさ、うん、プライド。いやそこプライドなんですか。うん、俺プライド持ってサンダル履いてるから。いや知らんし、いやなんならそのサンダルとかじゃだけじゃなくて持ってる荷物も、うん、本当にちっちゃめのカバン、遠征なのにね、うん、だからさそれに比べて工事とかはもうさあ、まあね、なんか本当になんか、まあ、工事は、ね、もう旅人みたいなリュックサック背負って。工事はカメラあるからね。いやでもさカメラも多分1個2個とかだったら多分リュックで、まあまあまあそっか、いけるでしょ。ショータプラスあのカメラでも、まあそんなに大きい荷物になんないけど。でキャリーケースも持ってたじゃない。確かに大きかった。うん、何を持ってきてるんだって。2泊3日とかで、うん、なんかあるんじゃないですか、その、まあ、例えば寝る前この化粧水つけたいとか。いやいやいや、そういうのないですか。ちなみに、いやあるあるある、だそういうものは持ってくよもちろん。あのコンパクトなバッグの中に入ってんだ、うん、ああじゃあもしかしたらそのバッグに収納する術もうまいのかもしれないね。いやまあそうかも、ね、逆に阿部ちゃんはどうなの、そのめちゃくちゃ寒がり俺は。そうだよね、もうだってすぐ羽毛布団出すし、うん、5月途中ぐらいまで羽毛布団かたさないし。おー、俺はやっぱその半袖半パンで寝ることが本当に多分年1ヶ月ぐらいしかない。あ、じゃあ本当真夏の時ぐらい。そうそうそう、もう9月入ったらもう長袖長ズボン、寝巻きを。じゃあ家の中で靴下も履いてる。いやそれは履かない。あ、履いてないよ。寝る時も履かないし。あ、でも勉強するときは履く。どういうことさ。図鑑即熱って言うからさ、あのどういうこと、どういうこと。頭は冷やして、うん、足は温めるっていうのがその勉強のときにいいというか、ちゃんと血の巡りが良くなって。あ、そうですか。眠くもならないっていう。これあの受験生の皆さん頑張ってください。図鑑即熱で。なんか最後いい情報得られました。みんな知ってるよ多分。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、というわけで以上素の告白私実話のコーナーでした、はい、それでは一曲聴いていただきましょう。曲紹介阿部ちゃんお願いします。はい、これはですね北海道のライブでスノーマンのライブをした時にあの、うん、北海道限定で歌った曲ですね、うん、はい、この曲聴いて温まっていただけたら嬉しいなと思います。聴いてください。藤谷プレゼンツスノーマンのスノーマンマ、それではここで藤谷からのお知らせです。はい、ルック100年のショートケーキが新発売。めっちゃ貯めたな今。藤谷ショートケーキ発売100周年を記念したルックとなってます。はい、カットイチゴクッキー生地生クリームホイップで藤谷のショートケーキの味わいを再現したそうです。おお、そっか、100周年ってすごいね。すごいよね。じゃあ僕食べていいですか。いやどうぞどうぞ。食べますよ。どうぞ。今日の一食目。一食目なんだ。どうですか。うん。うん。美味しい。美味しい。なんか大人なお味。おお。上品ですよ。ああ、なるほど。うん。いいね。美味しいこれ。こうやってコンビニでも藤谷のケーキをちょっと間接的に、ね、味わえる。味わえるっていうのはいいね。そして藤谷洋菓子店ではショートケーキ発売100周年企画、うん、ショートケーキ12の物語思いを紡ぐミルキーショートケーキが11月30日の水曜日までの期間限定で発売中。あ、もうすぐ終わっちゃう。11月のショートケーキ12の物語は一般公募で見事大賞に輝いた現在学校の先生として働いている方とそのご家族との思い出から着想した心温まるショートケーキです。鎌倉型のケーキに母の味を感じるミルキークリームといちごディプロマットクリームを合わせた優しさを感じるショートケーキです。それでは僕もいただきます。これね、もう見た目が可愛いんだよね。まずね、これは可愛いわ。なんかそのちょこんと乗ってるいちごにリボンがかかってるみたいな。美味しそう。美味しそう。いただきます。うん、うわっ、本当だ、ミルキーのお味する。おいしい。ミルキーのお味します。優しい。なんかこれあれだわ、なんか家族で食べたいこの感じは。家族団らんのシーンにすごい合いますね。これはおいしいです。ありがとうございます。いやいや、君は本当に上手だね。ありがとうございます。さてここでリクエストが来ています。はい、今年は藤谷のショートケーキ発売100周年ということで、うん、
100年後は、少し難しいかと思うので今から100日後の目標を教えてくださいとのことです。100日後ってだから100日後3ヶ月ちょいぐらいか。だから今年明けて1月2月ぐらい2月3月とかその辺か。いやーちょっと逆に難しいので100年後の方でもいいですか。100年後の目標スノーマンが教科書に載る、どうでしょうか。どうでしょうか。いやまあいいんじゃない。いや分かんないけどね、どうなるかは。でも、まあ、そういう存在になれたら嬉しいなっていうざっくりか。だってもう藤谷さんだってもうなんかそういうなんか100年経て、まあ、なんかそういう大きい存在になってるわけじゃないですか、うん、スノーマンもそういう存在になれたらいいなっていう。藤谷の次元まで行こうぜって俺ら行こうぜっていうことですよ。藤谷になりますっていうこれで僕らが、うん、それは語弊あるからなんか不思議な感じになっちゃうからそれは。まあでもなんかいい安倍ちゃんらしい回答だと思いました。教科書に乗れるぐらい大きな存在になってたらなという感じです。、はい、ありがとうございます。はい、はい、というわけで商品の画像は番組公式ツイッターをご覧ください。はい、また藤谷洋菓子店では毎月25日を、スマイルスイッチ部の日と題してオリジナルアイテムをプレゼントしています。11月はショートケーキデザインステッカーをプレゼント。詳しくは藤谷公式 SNS をチェックしてください。はい、皆さんもルック100年のショートケーキとショートケーキ12の物語思いを紡ぐミルキーショートケーキでスマイルスイッチしてくださいね。藤谷からのお知らせでした。藤谷プレゼンツスノーマンのスノーマンマ。文化放送からお送りしてきました藤谷プレゼンツスノーマンのスノーマンマ、エンディングの時間になってしまいました。はい、ここで僕たちスノーマンからのお知らせです。スノーマンのセカンドアルバムスノーラボ S2 が現在発売中。はい、そしてこのアルバムを引っ提げての全国ツアーが現在開催中です。はい、今週末11月26日11月27日は、うん、マリンメッセ福岡栄冠です。僕の誕生日もあります。あります。楽しみだね。楽しみだね。来てくださる方は楽しみにしていてください。はい、そしてこの番組ではリスナーの皆さんからのメールを募集しています。はい、普通歌、素の告白、私実は素の会議、素の迷い中など番組宛にたくさんのメールをお待ちしてます。メールアドレスを良平お願いします。急じゃない。いやいや書いてあるの良平呼びはドキッとするからマジで。良平お願いします。良平やめ、うん、気に入ってんだ。スノーマンアットマーク joqr.net スノーマンアットマーク joqr.net です。番組に関するお知らせは番組の公式ツイッターをご覧ください。はい、はい、もう終わりですよ。終わりですね。あっという間でしたね、うん、今日もエンディング短めって言われちゃうぐらい盛り上がり、そこまで言わなくていいんですよ別に。裏の話なんだから。もうでも盛り上がりましたね。盛り上がりましたよ。うん、またちょっとこのコンビでラジオできたら嬉しいなと思います。そうですね。うん、はい、短めにって言われて短めだから、ね、まとめてるんだから。じゃあ終わろう終わろうじゃん。はい、というわけでお聞きいただいてありがとうございました。はい、今夜のお相手はスノーマンの渡辺翔太と阿部亮平でした。それでは皆さんバイバイ。フジヤプレゼンツスノーマンのスノーマンマ、この番組はフジヤの提供でお送りしました。 yeah, yeah.